カサゴメ、カサゴ目、学名、は、甲骨魚類の分類群の一つ。7目26区か279属で構成され、カサゴメはあオ鬼をオゼホぜボ々コチアイナメなど定性性の、海水魚を中心に、およそ1477種が含まれる。メカ骨ナと呼ばれる骨格上の特徴を、唯一の根拠としてまとめられた一群であり、ところ属する魚類の形態並びに、 生体は多様性に富んでいる。カジカメとも呼ばれる。カサゴメには2006年の時点で1400を超える種が所属し、魚類の目の中ではスズキ芽、約1万種、コイ芽、約3200種、ナマズメ、約2800種、カラシンメ、約1600種に次いで5番目に大きな一群となっている。解散種を中心とするグループとしては2番目の規模を持ち、 系統順位の上でも、鈴木目に続いて、進化の進んだ、後位群として位置づけられている。カサゴメの魚類は、極海を含めた、世界中の海に分布するとともに、沿岸海域から、海溝の深部、水深7000メートル以深に至るまで、極めて幅広い生息水深を持つ。頭部に、棘や、個室の隆起を備えたイカツイ風貌のふさかさごか、 指のような胸びれで海底を歩くように移動する。方々か、頭部が平たく潰れた、こちか、ぬるぬるした柔軟な体の草丘など、その形態も、またたしたようである。メバルや、ホッケ、ギンダラなど多くの種類が、長魚、食用魚として利用されるほか、ミノカサゴなど観賞魚として、水族館で飼育される、鮮やかな色彩を持つ仲間も数多い。カサゴメは、メカコツだな。 と呼ばれる骨格上の特徴を根拠としてまとめられたグループである。パタエクスカ三種を除く、ほぼすべてのカサゴ類は様々に発達したメカコツ棚を持ち、本名を一つのまとまった分類群として定義するための重要な形質とみなされてきた。しかし、メカコツ棚は複数の異なるグループがそれぞれ独自に獲得した一つの形質に過ぎず、カサゴ目は 起源の異なる分類群を寄せ集めただけの多系統群であるとする報告もなされている。このように近年では本名の単系統制を否定する見解が多いものの包括的な新分類の提示は未だなされておらず従来のカサゴメとしての体系が維持されている。カサゴメの仲間はその多くが海水魚で極限を含めた全世界の海洋に分布する。カサゴ方法こちの仲間は 熱帯から温帯にかけての温暖な海に、アイガメカジカダンゴオウ類は、北部太平洋を中心とした、寒冷な海に生息するものが多い。トクビレカ、クサウオカの一部の魚類が、北極海、南極海に進出する。海産種の生息推進は、タイドプール、潮溜まり、沿岸域から深海まで幅広く、クサウオカには、 水深6000メートル以上の超深海層に分布する深海魚も知られている。カジカカには約60種の淡水魚が所属し、日本を含む世界各地の河川、湖沼に分布している。カジカカの一部の属、及びコメーポルスカ、アビュッソコットスカの両家に所属する魚類は、バイカコ、ロシアの固有種で他の水域から隔絶された環境下で、 独自の種文化を遂げたグループとなっている。南北に細長い日本の海には、数多くのカサゴメ魚類が分布しており、北日本の寒冷な海には、ダンゴオカ、アイナメカなどが、また、本州以南の比較的温暖な地域では、フサカサゴカの仲間が生息する。淡水産種としては、カジカカの7種が知られ、そのうちカジカ、 コットスポルックス、ウつセミカジカハナカジカアユカケの4種は、日本固有種である。イリオモテ島の沿岸に分布する、ハオコゼアカ、フサカサゴカの2種、ヒゲソリオコゼテッドローチニジェールおよびアゴヒゲオコゼ、ティーバーバタは、ひ水域から淡水にも進出する。カサゴメ魚類における最も重要な、形態学的特徴として、メカコツ棚の存在が挙げられる。 メカ骨とは眼下の周りを囲む複数の骨を刺し、本目の魚類ではその中で3番目に当たるメカ骨からトゲ状のとか後方に伸び、これをメカ骨棚と呼んでいる。メカ骨棚の発達の度合いはグループによって様々で、あるが一般に方を横切って全災害骨にまで達する。メカ骨棚は明瞭で分かりやすい特徴であることから、 カサゴメは19世紀初頭にはすでにひとまとめの分類群として扱われてきた。メカ骨棚以外の本木魚類の共通点としては、発音筋及び頭頂骨に開いた感覚感の存在が知られている。発音筋は浮袋を収縮させ、音を発する機能を持つ筋肉で、ニベ、スズキアムクニベカなど、他のグループの魚類でも見られる。頭頂骨の感覚感は、 東部両側の側線形を連絡するための管で、ゲ,ンゲアモクなど鈴木目の複数の群と共通する特徴である。頭部に、イボ状あるいは、トゲ状の突起や、棒状の被弁を持つ種類が多く、頑丈な骨質の隆起で覆われるものもある。鬼を小瀬など、ふさかさごかの仲間は特に発達した被弁を持ち、藻類や岩に擬態して、敵や獲物の目を欺く。 体色はグループによって様々だが、深海に生息するアコーダイやホウボウの仲間は赤い体色をしていることが多い。深海には赤い波長の光はほとんど届かないことから赤い体色は保護色としての機能を持つと考えられている。背びれと尻びれに棘状を持つことが多い。腹器は多くの場合胸の位置にあり、ほとんどの種類では1本の棘状と5本の軟状で、 構成される。胸びれは丸みを帯びて大きく発達しており、貝の難情が有利して大きく広がるものもある。ほとんどのカサゴメ魚類は海底であまり動かずに生活する低生魚である。沿岸の岩礁域で暮らすメバル類、熱帯のサンゴ礁に多いカサゴ類、サデーテイでの生活に適応したコチ類、ホウボウ類など生活環境は多種多様である。 一生を通して大々的な移動をする種類は少ないが、淡水産のカジカ類では成長段階に応じて海と河川頭を往復する海遊性の魚類が知られている。ギンダラ科の二種、ギンダラ及びアブラボウズは未成熟の段階では表層で生活し、生魚になった後に深海へ移行する。また、ホッケの若菜は比較的広範囲の海域を海遊する。 本目の魚類は大半が肉食性で、誤解、貝類、甲殻類、小魚などを捕食する。中、大型種の多くが食用種として利用され、メバルアカ、ホッケアカ、コチカの仲間のほかギンダラ、ギンダラカ、ランプサッカー、サイクラープタースランピス、ダンゴオカなどは特に重要な漁業対象種となっている。ハオコゼミのカサゴオニオコゼなど、 ヒレのトゲ状に毒を持つ種類も多い。刺された場合は強い痛みを伴い、特に強力な毒を持つ鬼だるまおこぜでは死に至ることすらある。そのため英語では、この仲間を、サソリやスズメバチに例えて、スコーピオンフィッシュ、スコーピオンフィッシュ、ワスプフィッシュ、ワスプフィッシュと呼ぶこともある。カサゴ目は7ア目26か279属147種で、 構成される。極球は目の中では、比較的高位なグループとして、鈴木目の前に位置づけられている。本目の分類体系には、異論が多く、カサゴは目として、鈴木目の内部に含める体系もある。一方で、本目が、鈴木目に内包されるグループであること、及びカレー目、フグ目を含めた鈴木目派生の姉妹群であることの、いずれをも否定する見解もある。また、 カサゴアモクとカジカアモクを起源の異なる軍とみなし、それぞれを、ハタカ及びゲンゲアモク、いずれも、鈴木目と禁煙であるとする法もある。ネルソン2006の体系では概ね従来の分類を維持したものの、カサゴ目、鈴木目、カレー目、フグ目の4軍の関係については、将来的に大幅な改変が必要になると見られている。 セミホウボウアモクダックタラプターイリーは一か二族七種を含む。本アモクの位置づけに関しては、議論があり、独立のセミホウボウ目として、カサゴメの後に設置する見解や、スズキメキツネ目マダイカとの類縁関係を示す報告などがある。セミホウボーカダックタラプターデイは、セミホウボウなど二属七種からなる。太平洋、インド洋、セミホーボー族及び、大西洋、 西セミホウボウ族の熱帯域に分布する低精制魚類。外見はホウボウの仲間とよく似ているが内部骨格等の特徴は全く異なる。下顎の骨を使って発音することができる。胸びれを翼のように広げ海底を滑空するように移動する。頭部は骨盤に覆われる。胸びれは鳥の翼のように大きく鮮やかな色彩を持つ。 背びれは二つあり、第一背びれの前方には木膜を持たない有利リトゲが二本存在する。腹器は一トゲ四軟状で構成される。側線を書く。カサゴアモクスコーピノワディは六花八十二属473種で構成される。鮮やかな色彩を持つ干渉魚、漁業資源となる食用魚、また強力な毒を持つ危険な魚類まで多様な種類が含まれる。 大きなグループである。石田1994による11課の体系、あるいは今村による20課の体系など、本案目をさらに細分化した分類体系がいくつか提示されているが、ネルソン2006での採用は見送られている。ふさかさごかスコーペニデイは8赤56属418種で構成される。 世界中の温暖な海域を中心に分布するが、インド洋、太平洋に特に多い。メバル黒ソイカサゴは広大吉締め抜けなど、多数の水産重要種が含まれる。ほとんどの種類で体内受精による繁殖を行い、メバルの仲間は多くが卵体制である。一部の種類では、卵が風船上のゼラチン膜によって包まれ、カリフォルニアカサゴ、カリフォルニアスコーピオンフィッシュ、 学名は直径二十センチメートルに及ぶ卵風船を形成することが報告されている。体はやや左右に平べったくが平たする。頭部に多数の突起や棘を持ち複雑な形状の秘弁を備えるものも多い。災害骨及び全災害骨にはそれぞれ一から二本、三から五本の棘を持つ。メカ骨棚は全災害骨と頑丈に固定されることが多い。 鱗はくしウロコで、持たない種類もある。背びれは、通常一つで、多くの場合、切れ込みを持つ。背びれ、尻びれ、腹器は、それぞれ十一から十七本、一から三本、一本の鋭いトゲ状を持ち、しばしば独占と連続する。胸びれは大きく発達する。ヒメキチ属など一部の属では浮き袋をかく。小カは一属種からなり、インド洋から、 太平洋にかけて分布する。主にサンゴ礁で生活する体長7センチメートル未満の小型魚類である。体型は楕円型で、著しくがは平たする。全身は細かい突起に覆われ、口は小さい。背びれはうなじから起士し、大きな切れ込みを持つ。側線上に感情の鱗が並ぶ。イボーコゼカは17族38種を含む。 インド太平洋の沿岸域に分布し、特にインドネシアからオーストラリアにかけての海域に多い。ほとんどの種類は頭部にコブ状の突起を持ち、体は無数のトゲ状あるいは重毛状の鱗に覆われる。ヒレの軟状は分子しない。背びれの基礎部は目の直上にあり、最初の3本のトゲ状と後部との間に切れ込みを持つこともある。尻びれのトゲ状を描くことが多く、 ある場合でも、不明瞭。鋼外骨の葉を描く。南シナ海に分布する、プロスサプロクタスパタカスは、肛門が、副機器底部のすぐ後ろに開口し、カサゴメの中では際立った特徴となっている。パタエクスカは三族三種からなり、オーストラリア周辺海域に分布する。本家の仲間はいずれもメカコツ棚を持たず、カサゴ目の中では、例外的な存在である。このため、 本家をパタエクスアモク、パタコイディとして、鈴木目に含める見解もある。鱗がなく、ヒレは分子しない。腹ビレをかく。背ビレの規定は、非常に長く、おヒレと連続する種類もある。グナタナカントゥスカは一族一種で、オーストラリア南部の海に住むレッドベルベットフィッシュ、ジー・ゲッツイのみが所属する。背ビレは二つに分かれ。 第一背びれは7本の棘状で構成される。鱗を持たず、皮膚は柔らかい。エラブタに2本の大きな棘を持つ。笛吹きをこうカかには4属9種が含まれる。南半球の海に幅広く分布し、水深500メートルまでの深海に住むものもいる。最大で80センチメートル程度にまで成長する。ふがやや突き出ており、微光は1体のみ。 鱗はなく、太表は、下流状の突起に覆われる。エラの開口部は小さく、胸びれ規定の上に位置する。側線はよく発達する。こちら木は五花三十八族に126種で構成される。大きく方法類とこち類に分けられ、前者は、全世界の温暖な海に、後者は、インド洋、太平洋を中心に分布する。いずれも訂正性,性の魚類であり、 砂芸中に潜り込んで生活する種類も知られる。峰坊家及び気方坊科はかつてカサゴアモクに所属していたが、現在では本アモクに含められている。形態のよく似たネズミゴジ、レポミューシネスカービコーニーはスズキメネズッポアモクにし、カサゴメの魚類ではない。体は細長く、頭部は平たく立て平たする。背びれは通常2つあり、腹気は幅広い。 方々家には、方々家ながしらそ方々など三族十族105種が、所属し、世界中の熱帯、温帯海域に分布する。定性生活に適応した魚類で、底引き網などで漁獲される多くの食用種が含まれる。口は、端くらい。頭部にヒゲはないが、糞の先端に数本の棘がある。胸びれの軟条は、後部の三本が有利し、指のように動いて、 海底の移動と餌の探索に利用される。背びれは二つに分かれ、前半は、棘状、後半は南状のみで構成される。気泡防火は四族三十六種を含み、熱帯域の深海底に分布する。口は下向きで、下顎にげを持つ。全身は四列に並んだ棘状の骨盤に覆われる。胸びれ界の有利南状は二本。赤子地下は五族十種からなり、 インド用太平洋の深海150から650メートルに分布する赤い体色を持つ小型の低制魚であるウバゴチ族は独立のウバゴチカッパレベンブラデイとして分類される子もある頭部は強く立て平たし平べったくなっている背びれはトゲ上部と南上部に分かれるコ地下にはマゴチメゴチなど18族65種が所属しインド用 太平洋を中心に分布する。沿岸から深海、水深300メートルまでにかけての海底に生息し、砂底に潜る習性を持つ種類が多い。骨族の一種、プラティセファラス SP など、体長1メートルを超える大型種を含む。頭部は強く立て平たする。背びれは、棘上部と南上部に分かれ、第一棘上は非常に短く、 第二棘とはわずかに連続する。腹気は胸びれの規定よりも後方に位置する。ハリゴチカは一族十種からなり、インド洋、太平洋の沿岸から水深千五百メートルまでの深海に分布する。ハゼア木との密接な類縁関係が指摘されている一群である。体は細長く、頭部は強く立て平たする。鱗を持たず、体側には、 トゲ状の突起が列をなして並ぶ。胸びれ界の3から4難情は有利する。銀ダラ目は1か2属2種で構成される。銀ダラ川2属2種からなり、銀ダラ、アナプロッポマフィンブリア及び、アブラボーズ、エアレピスザニファーのみが所属する。いずれも、体長1メートルを超える大型の魚類で、日本近海から、ベイリング海、カリフォルニア沿岸にかけて分布する。西ともに、 体の脂肪分が非常に多いが食用として利用され、特に銀だらは北洋の重要な漁業資源となっている。頭部にトゲやトッキ、あるいは皮弁といった構造を持たない。背びれは2つで、尻びれには3本の弱いトゲ状を持つ。鼻光は2体でよく発達し、側線は1本。アイナメア目は1カゴ属12種で構成される。 アイナメカはコ赤カ属12種を含み、すべて北部太平洋に分布する。多くの種類は、沿岸で暮らし、卵を保護する習性がある。頭部に、トゲや突起はないが、目の上に皮弁がある。尾光は1体のみ発達し、もう1体は角かごく小さい。背びれは1つで、切れ込みを持つことがある。側線は1本あるいは5本。浮き袋を持たない。 ノルマニクテスアモクは一階一族一種の人絵型である。ノルマニクテスカは一族一種で、ペルーチリの沖合に分布するエヌクロカリーのみが含まれる。本家はかつて所属したカジカアモクから分離された一群であるが、他のグループとの類縁関係については現在でもあまり分かっていない。体はク口うロコで覆われ、肋骨をかく。カジカアモクはカジカ状化。 団号上化の二上下一も百四十九、俗の七百五十六種で構成される。淡水から海港の深部まで多様な生息範囲を持つグループである。本アモクの単系統制及び内部の類縁関係は多くの研究者によって否定されており、カジカ類全体をスズキメ目原ゲアモクと併置する見解もあるなど、その位置づけはなお流動的である。コメエポルスカ。 アビュソコットス・カノニカは、バイカルコ、ロシアに固有で、独自の種文化を遂げたグループである。両家すべてを、カジカカカジカ族に含める見解もある。カジカウジカは、旧家114族394種を含む。元長頸骨をかき、肩甲骨は、右甲骨と接続しない。クチバシカジカカは一族一種で、クチバシカジカ、R ・リチャードソン部のみが所属する。 日本からカリフォルニアにかけての北部太平洋、沿岸域に分布する。頭が大きく、体長、8センチメートル程度の半分に達する。鋼外骨の葉をかく。鳥かじか川に属三種からなり、北西部太平洋の深海に分布する。体は、棘状の串うろこに覆われる。胸びれの貝に4本の有利難所を持つ。元舌骨をかき、カビ骨は、完全に融合する。 鳥カジカ族は副機を持たない。カジカカにはカジカ、トゲカジカ、アナハゼなど70族275種が所属する。ほとんどの種類は北部太平洋の沿岸域に分布する海水魚で多様な種分化が認められる。南半球に分布する仲間はオーストラリアニューギニア島、ニュージーランドの近海に産するアンティペレコティス族の4種に限られ、いずれも深海性である。 コトウカアメファース属など、バイカルコ固有の炭水産種も含まれる。目が大きく、体の高い位置にある。側線は一本。尻びれの棘状を描く。生魚は浮き袋を持たない。コメーポルスカワ一族二種からなり、いずれもバイカルコ固有種である。湖の中層で生活する、氷栄生魚類で、体重を軽くするための適応が多く見られる。 脂肪含有量が高く、体は半透明。卵体性である。鱗はなく、胸びれは非常に長く大きい。腹びれと、あと、ギサ骨をかく。骨は多孔性。アビュスソコトゥスカには六属十二種が所属する。バイカルココ有種で、水深百七十メートル以上の固定で生活する。本家及びコメーポルスカをカジカカに含める見解もある。 あと、ギザ骨はないか、あっても、対価的。腹びれを持つ。ケムシカジカカワ三属八種を含み、北部太平洋と大西洋北西部に分布する。体は微細な棘によって覆われる。元舌骨及び、浮き袋を描く。トクビレカは六赤二十二族四十七種で構成される。北、太平洋を中心に分布し、一部の種類は、 北極海にも進出する。浮き袋を持たない、低生製魚類の一群で、最大長は30センチメートルほど。沿岸から1000メートル以上の深海にまで幅広く、分布する。体は細長く、硬い骨盤に覆われる。角ヒレのヒレ状は分子しない。背びれは2つあることが多く、前半部は、棘状のみで構成される。腹期は一棘に難状で、尻びれは難状のみ。 占いジカかかニアカ八族十五種で構成される。三体用の沿岸から深海、水深二千八百メートルまで分布し、最大長は六十五センチメートル程度。体は滑らかか、イボ状の板で覆われる。眼科同士の間隔が広い。側線は対価的。背び入れのトゲ上部と軟上部は多くの場合一続きで、一部が皮膚に渦漏れることがある。 エラ上骨は7本。鋼蓋骨の葉をかき、前すき骨葉の有無は様々。バティルディクテュスカは一族一種で、ビーター・アナトーツィのみが所属する。サウスジョージア島など南極海周辺に分布する。表面上は深海産の占い家事家族とよく似ているが、長い口ひげとひれの特徴から別種とされ、独立のトガとして扱われている。体は滑らか。 下顎に一体の長い口ひげを持つ。尾ひれは背びれ、尻びれと連続する。すき骨と後外骨の葉をかく。あと、ギサ骨と胸部のあばら骨を持たない。団子同情化は2科35属362種で構成される。腹びれがある場合は、喉の位置にあり、吸盤状に変形している。ほとんどの種類は側線をかき、エラの開口部は小さい。 ダンゴ子オカは、団子をテイウオなど6二28種を含む、北半球の寒冷な海に分布する魚類が多い。ホテイウオオ赤、ダンゴ子を赤の2赤に分ける場合もある。体は全体的に丸っこく粒状の小さな結節に覆われる。背びれは通常2つあり、棘上部は光渦漏れ外からは見えない種類もいる。後半の南上部は尾ひれと連続しない。 草魚科には草魚など29族334種が所属する。北極海から南極海まで極めて広範な分布を示すグループであり、生息推進の範囲も態度プールから7000メートル以上の超深海まで幅広い。本科は南洋、北部太平洋、北極海において最も魚種の豊富な都賀の一つとなっている。様々な赤の設置が提案されているが、 ネルソン2006の体系ではいずれも情報不足として採用されていない。体は細長く、鱗を持たない。皮膚は粘液状でぬるぬるしていることが多い。背びれと尻びれはトゲ状を持たず、その規定は非常に長く、おひれと連続することもある。陰菌王族、寒天王族の仲間は服着を書くことが多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。